崩れてやがるな。何度か入ったこともあるけど、ここが視聴者なのは間違いないわ。この体か。これもまたありえない出来事。ますます面白くなってきた。気をつけろ。始めるか。確実に仕留めないと。無理か。気を引き締めるがよい。立派な宝箱ね。ここで一区切りね。フル回復です。クソが、シャノンには近づけさせねえぞ。レイさん、無茶しないで。君たちは。助かったぜ。わっ、犬？頼むぜ、アークライド。ブーストゲージ、リミット解放。おお、助かったのか。すごいです、皆さん。いや、無事で何よりだぜ。しかし巻き込まれてたとはな。他の職員や市民の方は見かけたりしなかったでしょうか。いや、それがさっぱり。というか、一体どうなっているんだい。
気づいたら建物がボロボロに。地震とかあったわけじゃないですよね。いや、揺れたりしてないし、この様子はどう考えてもおかしいだろう。今のバケモンといい、俺たちはどこに紛れ込んじまったんだ。気持ちはわかりますよ。とにかく安全確保の必要があるわね。そういえばシャノンちゃん、うちのママもここに来てるのよね。はい、立食パーティー担当の人と打ち合わせをしてるそうですけど。最上階のバンケットルームだね。追加注文についての打ち合わせを。おい、アラテだよ。いかん。この配置は。させません。リザットさん、チン、カバーを。カバーは任せて。はあ、へえ、レイティから聞いてたが。よかった、無事で。リゼットさんも大丈夫？ええ、おかげさまで。危ないところをありがとうございました。本当にそうだよ、あの加速まで使って。あの状況じゃ仕方ねえだろ。でもマジで助かりましたよ、本当に。っていうかタイミング完璧すぎでしょ、ママ。別に狙ったわけじゃないわよ。巻き込まれた人が他にいないか上の方から確かめてきたところでね。え、クロウさん。今の被り物は一体。まあ。黒猫邸のショーの一環とでも思ってもらえると。この人たちは私が引き受けるわ。もう少し安全な場所まで送っていく。あなたたちはこのまま上の階へ向かうといいでしょう。仮面と白い少年を見かけた。最上階バンケットルームの方よ。ビンゴみてえだな。そこまで掴んでくれてるとはな。助かります、クロエさん。ならここはお言葉に甘えるか。まだ先も長そうだしな。よろしくお願いいたします。皆様もどうかお気をつけて。この事態、私たちが必ず何とかしてみせますから。あ、分かった。君たちこそどうか気をつけて。女神のご加護をどうか無事に戻ってくださいね。ええ、もちろんよ。裏切ったぜ。この気配はちょっと調べてみて。サーチだ。いつでも行ける。かといって元通りに。
あんなに曇ってはなかったはずです。一体どうして。なぜでしょう。見ているととてつもなく不安になるようで。お宝見つけたよ。してもらおう。あらら、成長しちゃった？ブレてやがま。覚悟してもらおう。ホールはこの先だったはずよ。ようやくたどり着いたが、鬼子探しも幕が引けるかな。その言い草はムカつくけど、今度こそ止めるだけ。行くよ。元気になったわ。行くぞ。ざま。いくつ見つけた。ああ、おとなしく首都に引っ込んどけばいいのにさ。何わざわざ追ってきてるわけ。いい年して兄離れできねえガキかよ、ヨルダ。あなたは。ほんとイラッとさせる子ね。おまけにおっさんも付き添いだなんて、一体全体どういう風の吹き回しだよ。僕執行者だよな。あんたに何か言われる筋合いねえんだけど。ふふん、ちょいと野暮用でね。別にお前さんは好き勝手するといいさ。勝手放題好き放題、
おじさんみたいに永遠のモラトリウムってのもおつなもんだぜ。せ、さすがに一緒にされたらたまらないっていう表情だね。そりゃまあそうだろうな。まさかあなたまで顔を出すとはな。千の破壊者ども、最後まで事態を放置していたのに、どのような気まぐれなのかな。何、ちょっと前にささやかな心残りを片付けちまったもんでね。そうなるともっとでかい心残りを片付けたくなるってのが人情だろう。抜け抜けと。だがせっかくの機会だ。最後のくさびを固定するついでに、戯れがてら相手をしてもらおうか。異形のダガ。同じ形状じゃねえ。ダガ、人とか言ったな。てめえの獲物はそれだけなのか。何のことを言っているのか分かりかねるが、確かにこういった代物を寺うさみに使っているのは否定しない。その玉って暗黒時代の魔道具でも、その形状はまさか。高密度の霊視エネルギーを検知、何らかの爆発物なのは確かかと。どうして。その符号、確かに気にはなるけれど、今は企みをなさんとする悪意を食い止めるだけであろう。ええ、てめえらの仕込み、とりあえず潰して聞かせてもらうぜ。このシャレになってねえ場所の意味と、何にくさびを打ち込むつもりなのかをな。やれるものならやってみるがいい。あんた、いくつ、どういうことなの。こいつは。おいおい、何ビビってんだよ。夜だ、そっちに回れてむしろラッキーじゃんか。僕たちが味わわされた恐怖の落とし前、せいぜい楽しくクールにやり返してやれよ。さて、そんじゃレディーファイってな。ま、その調子じゃ無理だよな。少しは執行者らしさを見せてみろよ。いくぜ。煽りに乗んな。首根っこ捕まえてけじめをつけさせりゃいい。手伝うよ。援護するよ。いいと加勢すず。加勢すず。続いて。ガッツくなって、これでも暗いな。頼むぜ。あー、暗いだろ。頼みます、先生。今こそ栄光を示す時。そら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 、仕上げだ。おいおい、おじさん相手なんだから、チッタ手加減してくれよ。手加減など失礼だろ。もっと悪の神髄を見せてくれたまえ。足りねえ、全然足りねえな。お互いとことんあげてこうぜ。イクス、これ以上は調子に乗らせない。ゲイ
前の代わりだ。白き影が生きとし生けるものを消し去る。何でも言うに。イレイザー。さて、使徒君。悪意の頂上決戦でもしゃれ込むとしようかな。願ってもない。たわけに付き合ったのに裏解決やともどもな。ジャック発動。飲み込め。戦闘スタイル、やっぱり。約束は後です。今は乗り越えましょう。そこだ。この女に乗れ。ファイトに。そこだ。切り刻め。止めるんじゃねえのかよ。家出した挙句に言い切りやがって。運営は聞いた。その性根は叩き直す必要がある。ゴリゴ来るなよ。我が神よ現れよ。我が神よ現れよ。我が神よ現れよ。ジャック、ジャック発動。崩れた。十分だ。いいね、ようやく温まってきたじゃん。やったか。精進あるのみ。まだまだ精進あるのみ。やるじゃん。夜だ。裏解決屋どもにおっさんもさ。そろそろ大詰めだ。一気に打ち込ませてもらうぞ。来るわ。左右に備えよ。昨夜ぶりだな、小僧。老いた獅子。さすがは永久。そちらの反応も旧大点か。へえへえ、てめえらはここで終わりだ。アークライドにクソ助手揃ってな。なめんじゃねえ、骨董品が。レイドをカット。いつまでも優位は取らせません。させないっての。コアクト崩れの迷惑親父が。ゼロス、鬼の強襲に備えて。いい連携だ。せっかくだから楽しまないともったいないな。だったらこっちもさらに上げていくぜ。もう頭きた。いい加減にしなよ、バカイクス。はっ、てめえもそろそろ抑えきれなくなったようだな。その正体、ここで特定させてもらいます。銀色くん、よろしく頼むぜ。了解。なんだシャードとやらのジャフ。ただの触媒だ。本命は銀色くんと合わせてなら一度だけチャンスを作ってやれるぜ。なあ、こしゃくま。
即席の閃光弾ごとき。髪の色見間違うわけはねえが、違う。その肌と髪の色は、一体誰と勘違いしたのやら。虚実を使い分けてこそ本物。あなたはそう習わなかったのか。ったく、次から次へと目くらましみたいに仕込みやがって。まさかてめえも装った別人だとか抜かさねえだろうな。アルマータの筆頭幹部にしてガーデンの管理人の一人、去年俺が手にかけたはずのソーンのメルキオル。あほんと久しぶりだよね。そこの彼女は外しちゃったけど、僕の正体は大体掴んでたみたいだね。まあジャコモ君にハーフとおじさんがいたらわからない方がおかしいかもしれないけど。くっ、確かに俺が来ちまった時点でバレバレだったかもな。久しぶりだなメルキオール。去年の騒動じゃ微妙に絡めなかったが。僕も残念だったよ。あなたに仕込まれた悪の作法、せっかく僕なりに磨き上げてさ。あなたの毒とどちらが上か、胸を張って愛し合いたかったのに。ふっふん、いいね、改めてご機嫌な仕上がりじゃねえか。うすら寒い挨拶はともかく、マジで本人みたいだな。うん、去年の事件ではゲネシスタワーで消滅してたけど。なのに擬態でもリンゴ様のようにシャードとして再現された存在でもない。ソーンの管理人、死んでやっと解放されると思ったのに。最後まで殺し合いなんて命令で縛って、他のみんなを手にかけさせて。ああごめんごめん、さすがにあれは雑だったよね。でもまあよかったじゃん、晴れて結社の執行者になれて。裏のエリートだよエリート。いやー僕もちょっと憧れちゃうな。ふざけないで。いい加減にしなさいソーン。そのどしがたき邪悪な少年、いささかも変わっておらぬようだな。むしろクズっぷりに磨きがかかってるみたいだけど。まクズなのは否定しないぜ。僕もこいつは好きになれねえしな。その程度の煽りに揺さぶられる雑魚いメンタルのお前もどうかと思うが。いくらなんでも。まそれはともかく、兵士殿以外の仮面をひっぺがしたところでそろそろ答え合わせと行こうじゃねえか。改めてメルキオル、てめえらレムナントってのは何なんだ。その小僧はともかく、どうしてこの時期この国によみがえりやがった。いや
その白いレプリカを使ってこの時代で何をしようとしてやがる。時代？それは。へえ。ふん。漂白のよりしろだったか。けえ。つくづく鼻が利きやがる。ほんと気に入って期待を裏切らないね。ちなみにアークライド、この時代って言ってたけど違うから。何？おい、何を？確か同じ場所の未来の姿。ええ、崩れ具合から半世紀以上は経っているみたいね。時の不可逆は女神の摂理、本来はありえぬことだが。そのありえない状況、それを構築すること自体が目的なのか。おそらくあのディンゴと同じようなありえない存在として現れることで。時空間を不安定にするくさびを打ち込み、これから起きる何かに備えるために。おじさんのヒントもあったのかな。だいたいそれで合ってるよ。と言ってもディンゴブラッドのあれは遺産による限定シミュレーションに過ぎない。だけどこれから起きる何かはゼムリアそのものに課せられた運命、いわば呪いにして祝福なんだから。世界に課せられた運命、呪いにして祝福。そこのおじさんも言ってたけど、だから何なのよその何かってのは。このゼムリアはある意味において守られている。滅びというエントロピーから、大崩壊のようなカタストロフィーから、それを可能にしてきたセキュリティ、いやセーフティーが存在するのさ。それは福音であり呪いでもある。封じられた空よりも、消えてしまった幻よりも、炎と大地から錬成された鋼よりも絶対的なセーフティーという意味で。だがそれを良しとしなかった者がいる。この国の大統領、ロイ・グラムハートさ。彼の計画は正直よくできてるらしいよ。結社の王様もお手並み拝見みたいだからね。だけどさ、だけどだよ、その計画が万が一失敗しちゃったら、うまくいかなかったら、世界はどうなると思う？そう、そのための保険が僕たちってわけさ。正確には僕たちが現れることで時空間の確かさを揺らがせるんだよ。どうしてそんなことって？嘘をつくために決まってるじゃないか。その絶対的なセーフティーをだまくらかしてギリ制御できるようにするためにね。嘘だと？何を、一体何を言ってやがる。やはり宇宙計画そのものに隠された目的があるようだけれど。エレネーにしてもヤンニーにしてもジスカール親方にしても、宇宙計画には身内が何人も参加してるけど、そんな話僕は聞いたことすらない。だけど計画の真意はともかく、
大勢の人たちの努力で実現したのは確かだ。その計画の保険のために動いてるだって、ふざけるのもいい加減にしてくれ。他の人はともかく、あんたみたいな下道がそんな善意で動いてるっていうのか。カトルさんこいつの善意なんて信じられねえのも無理ないけどな。あ、ひどいな、イクス。僕だって使命感くらいはあるんだぜ。こうしてハミルトン博士の要請通りアルターコアを活用する程度はさ。なんですって。あれ、黒の定常とやらで帝国組や下法狩りと絡んでないわけ？僕みたいな下道にこんなの渡したり、いろいろとやばいことをやらかしたせいで大統領府からは極秘手配されたり、教会からは抹殺命令を受けてるらしいよ。な、そんな。てめえ、いい加減なことを抜かしやがると。ハーウッドおじさんも知ってるよね。そうそう、そちらの獅子さんもかな。まあ否定はしないぜ。ちなみに結社は噛んでないけどな。すでに教会を離れた身、直接耳にしたわけではない。だがお披露目された聖女殿の意向でケビンが動いているのは気づいていた。そうか、そのような断を下してしまったのか。先生、カトルしっかりしてください。あのハミルトン博士が、信じられないけど各方面で動きがあるのは確かみたいね。彼女のことは尊敬しているけど、あなたたちのしていることは到底看過できないわ。答えなさい。この上アンカービルで何をしようとしているの。いや、これ以上は何も。ここまでやればくさびも十分だしね。てめえら、ここまで好き勝手やっといて誰が信じられるとでも。ああ、俺が言うのもなんだが、その者の言葉は誠だぞ。すでに貴様らも理解しているはずだ。次なる舞台はもはやこの地ではないと。なかなかの手並みだったが、その半人前も含めどこか甘い。この先はその甘さが命取りとなると自覚した方がいいでしょう。待って、あなたは一体。俺に使命感はねえが、楽しくなってきやがったのは確かだぜ。アークライド、どう転ぼうがてめえらの最悪な状況は変わらねえ。せいぜいあがいてのたうち回るんだな。そんじゃあな、ヨルダに裏解決やども。この先は夜明け次第だけど、ま、運が良けりゃまた会えるんじゃね。待って、イクス、まだ話は。久々に会えて楽しかったよ、アークライド。それにハーウッド王子さん、そうだ、置き土産じゃないけど博士の他の協力者について教えてあげるよ。この装置で呼び出したレムナントは僕たち以外にも何人かいるみたいだね。あとはあのディンゴブラッドなんか生前に便利に使っていたみたいだし、こっちにも顔を出してた剣仙に初代猫さんなんかは同志らしいよ。
そうそう、君の助手1号エプスタイン博士のひ孫も同じなのかな。おばあちゃんが。それにアニエスさんが、どういうことですか。あれれ、ひょっとして嘘をつかれちゃってたのかな。そうだとしたらご愁傷様。嘘って疲れると悲しいし寂しいよね。そもそも君のせいかもしれないけど。それじゃあオルボール、おじさんもまたの再会を楽しみにしてるよ。ああ俺もだ。なんだ今のは。で、いけない、急がないとお昼のパーティーに。また。ああ、時空停止のせいか、まだ10時を回ってないみたいだ。時間がねえ、すぐに動くぞ。どうもお疲れ様でした。は、完璧じゃねえか。当然のことをしたまでよ。